ッキー森の都のカブスリストワッキー貝山がお送りします。ガチャ動画、若鮎公園にやってきました。山形県船形町でございますね。久しぶりに来たな船形町な。いつもありがとうございます片山さんからエモいレトロのガチャガチャの情報を得ましてね、こんな写真が送られてきたんですよ。実際こうあるのかっていうことでね、今からこっからね 5,6 キロ離れたところらしいんですけども、行ってみたいと思います。どうなってんでしょうね。すげえやれるのこれ。わわわわ、えちょっとこれはすごいな。いやー、しかも中身がさ、妖怪ウォッチ系、これだ、メタルドリームで、さらにこれは妖怪ウォッチのメダルだろうね。すごいよ、お化けっぽい。ほら、ビノビノペッタンビヨン、これもなんだかわかんないですもんね。すっごい、ちょっとお店やってんのかな。自販機はやってんすね。お店屋さんも一応やってはいるの。やってそうだけど、ちょっと、いやー、怖っ、怖いぞ、結構怖いな、これは。これはお化け屋敷のガチャみたい。一応上のこれ、怖いね、入れるの。中入ってないっすよね。こっちはどうだ。あ、こっちはもう空だね。いやー、これも空だろう。いやー、どうしよう、一回物は試しでやってみる。これも空だよね。これも空だよね。空だな。やめよう、空だ。これは救いに来なきゃダメですね。いやー、すごいな。さて、いかがだったでしょうか。ちょっとね、回すのは勇気いりましたね。中入ってなかったですもんね。はい、今度あの業者の方と一緒にですね、あのガチャガキの方にですね、また会いに行きたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そして今日のようにですね、エモいレトロガチャガチャの設置情報、この辺りにありましたよっていうですね、そういう情報をお待ちしております。さらには私のガチャガチャのコレクションからリクエストもお待ちしています。それではまた次回。いい天気になってよかった。